ケイです。今日は今年初めて買ったラッキーバッグを見せたいと思います。レブロン。なんかいろいろなとこ見てきたんだけど、まだそういうラッキーバッグとかあまりなくて、でもレブロンは結構載せてる人たちとかもいたから、あとチュードハウス、そう、でも私が行ったところにはチュードハウスはなくて、これしかなかったのでこれを買ってみました。このレブロンのラッキーバッグは今年で3回目、3回目。なんか前のやつとかはあまり使わない感じの色のリップとか、雨が入ってるフェイスパウダーとか、なかなか私が使わないものとかが多くて、でも安いから買っちゃうっていうもったいないことをしちゃってたので、今年はいろいろなラッキーバッグがあっても本当に使えそうなやつが多いものだけを買おうかなと思って、このレブロンのやつを見たら色とかも結構使える色だし、だからすっごい楽しみ。さあ開けてみましょう。はい、じゃじゃん。あ、よかった。なんかね、あそこに飾ってあるサンプルの通りの色だった。じゃあまず私が一番使えないものからお見せたいと思います。じゃーん、これ、今働いてるところではこういうのがダメだから、ずっと前は私ネイルアートとかが大好きだったんだけど、今は全くやらなくなりました。だってなんかわざわざ土日だけのために金曜日をちゃんとネイルとかするのもめんどくさくなって、多分これは友達にあげます。全部で5個あるんだけど、あとの4つはね全部使える。じゃじゃん、レブロンカラーステイリキッドアイライナー。これは1200円って書いてあります。301番のブラケストブラック、一番黒いやつだね。こういうのってね、私持ったことがないから、だからラッキーバッグとかでなかなか使わないものとかをチャレンジできるからやるかな。ブラケストブラック。はい、次、じゃじゃじゃん、フォトレディパウダーファンデーション。これは115番のバフ。かっこいい。レブロンのフェイスパウダーって使ったことないかも。私の肌の色に大丈夫だと思う。これは1600円って書いてあります。はい、バフもちゃんと。次は、じゃじゃん。パーフェクトリーナチュラルブラッシュ。これはスイートコーラル。これも1600円なんだって。ツヤチークって書いてあって、ちょっとラメがついてるって感じ。色は綺麗なんだよ。でもまずどれぐらいついてるかだよね。ちょっと見てみよう。見えるかな。でもね、あんまりラメは分かんないと思う。肌につけると本当に少しだけ、本当にツヤツヤって感じだけの。よかった。使える使える。私最近チークとかが大好きで、なんか会社の人たちに酔ってるってよく言われます。あと最後はリップ。これはレブロンスーパーラストラスリップスティック、ソフトシルバーレッド。これも1200円。見えるかな、この色。あー大好き。じゃじゃん、かわいい。ほら見えるかな、これすごい好きな色。ちなみにこれがさっきのチークのやつ。一つのラッキーバッグで全部のなんかメイクができちゃう。フェイスパウダー、リップ、チークもあるし、アイライナー、これは使わないけど、これさえあれば十分。買わなかったら本当にもったいない。じゃあちなみに前のやつも見せちゃおうかな。あげちゃったりしてたから、なんかここ2つしか見せられなくなっちゃった。これがレブロンカラーバストバームスティン。こういう色ってさ、なかなか使わないよね、ヌードとか。私にはね、あんまり似合わないし。これはすごい使えるの。これはいつも毎日使ってる。すごい肌にいいの。すごくなんか毎日これをずっと塗っているとすごい柔らかくなっていくし、私はすごいリップティントとかが好きで、リップティントとかだと唇がすごい乾燥しちゃって、この色もすごく大好き。私はオレンジとかが入っているロゴがすごく大好きで、赤にオレンジを入れた感じの色です。他はあれだ、なんかね、私がの頭の中に入ってたものがこれ、レブロンじゃなくてリンメルだった。これじゃじゃん、これ去年のなんだけど、これはアイシャドウ。これはたまに使ってます。とこれチーク、リンメル 3-in-1モデリングフェイスブラッシュ。真ん中はチークとかして使ってて、こっちは
シェービングチュアハイライト、まあこれはレブロンの動画だからでも本当にすごいよね。6000円ものものが2000円で買える。しかもこんなにだよ。2000円って言ったらさ、例えばこれなんか1600円だからあと400円しか残らないんだよ。私のレブロンは本当にいいと思います。それでは見てくれてありがとうございました。バーイ。